オバサイエンス社の技術革新は、女性特有の生態にインスピレーションを得て構想されました。女性の生態には驚くべきものがあり、私たちは不妊症にまつわる議論を見直すことで、不妊治療の進展に取り組んでいます。オバサイエンス社のオグメント療法は、卵子の質と IVF の成功を高めるための新しい取り組みです。オバサイエンス社の技術革新は、卵巣の表面にある卵子前駆細胞の発見にあります。卵子前駆細胞、EGPC 細胞は未成熟卵細胞であり、エネルギーを生み出すミトコンドリアの源として最適です。世界保健機関の研究によりますと、世界には4500万組近いカップルが不妊に悩んでいます。卵子の質の低下は一般的なことです。女性が年齢を増すにつれ、また若い女性でも先天的な生殖障害や環境要因、その他の心身状態によって卵子の質が低いことがあります。欧州ヒト生殖学会議によると、世界的に6組に1組のカップルが不妊に悩むと言われています。女性は生まれつき決まった数の卵子を持ち、それらは時が経つにつれ死んでいくと長い間信じられてきました。私たちはもはやそうではないと信じています。卵巣の外皮質を見てみましょう。ここに卵子前駆細胞、EGPC 細胞があります。 EGPC 細胞は卵巣の表面の中にあって、将来良質で受精可能な卵子になる未成熟卵細胞です。オバサイエンス社が特許を持つオーグメント療法は、患者様ご自身の EGPC 細胞からエネルギーを生み出すミトコンドリアを用いて、既存の卵子にあるミトコンドリアをパワーアップするというものです。この過程は胚の発達のため、卵子のエネルギーレベルを高めるためにデザインされました。細胞のエネルギー源であるミトコンドリアを通して、生物学の基本を見直してみましょう。ミトコンドリアは食事から得た栄養をエネルギーに変換します。ミトコンドリアのエネルギー生産が低下することには、年齢を含めいくつかの理由があります。エネルギー不足は卵子の質に悪い影響を与えます。オーグメント療法は、卵巣皮質に存在する未成熟な卵細胞である EGPC 細胞からエネルギーを生み出すミトコンドリアを取り出して利用します。患者様の卵巣組織を生検で採取します。その卵巣組織は処理され、 EGPC 細胞から細胞のエネルギーを生み出すミトコンドリアを分離します。精子とともにエネルギーを生み出すミトコンドリアを卵子に注入します。体外受精過程で EGPC 細胞のミトコンドリアが既存卵子にあるミトコンドリアをパワーアップします。オバサイエンス社によるオーグメント療法。科学による不妊治療の進歩です。